ソリッドスネークもびっくりなぐらい簡単に忍び込んじゃうな。いいのかな？よっ。ほい。超絶あっさり。ルームかな？すげえ。ちょっとでかいね。手に負えるかな？やれやれ。嫌な予感しかしないな。なんだなんだ。OK。ほい。ちょっと大丈夫？本当に。敵出ない？敵の心配しかしないや。こっちはなんだ？何？Last time I was here, I used this to get to the top of the ship. エレベーターか。It's kind of like an elevator, only it doesn't just go up and down. Feels sort of tingly too. They must be pretty angry that we're exploring. Oh, I know. Come on, I know another way up. なんだ？もう開ける。これ？テレポート装置。なんかいろいろあるな。すいませんね、なんかダラダラ、あの初見プレイなもんで珍しいものが本当ただ楽しくて触ってるだけなんですけど、これが開かない。うん、さてじゃあどうすればいいっていうんだい。なんかありそう。これか。ふふん。宇宙人も結局こう雑ですね。そのまんま物を置くとか人間らしいとこあるんだな、宇宙人も。どういう感想だ。確かに。何？何？何？はて。なあおい、これは何なんだ。あ、なるほど、コールドスリープ装置。はいはい。なるほど。こいつらは誰。I've never talked to them. Sometimes I'd come and look at them and wonder why they're dressed like that. まだ見てないから何とも言えないですな。Really neat suit on, like armor or something.And that other guy? He looks just like a cowboy. I saw pictures of cowboys. スペースマンとやらの助けが必要なわけが知りたいな。Well, because he's got a spacesuit. Can't go out in space without. If they turn off the elevator things, that's the only other way to go. So we need. マジか。This is. 回答。起きてますか？ヘイ、よ、ポールさん、大丈夫かい？あ、死んでる。エリオット・ターコリエン。落ち着けエリオット。あんたも誘拐された口か。バンカーの外。っていうか、あれ？エリオット、あんた、なんだろう、ロンパリ。ロンパリとはちょっと違う、なんだろう、シャシだよね、多分。それともポリゴンのバグかな。え、すごいね。だって何が正解。バグも本当みたいな、そんなノリがあるからな。怖いな。敏郎カゴ、カゴ敏郎。こんな格好で敏郎ってことはないでしょ。カゴ敏郎何ただみたいな、そんな感じじゃないの。
お主は何者？ここはどこだ？拙者の剣、拙者の剣はどこだ？うわ、怪人か。援護ダメ。これ時間の無駄だな。お主、一体何者？拙者はなぜここにいる？ちょ、鼻とポンポンが出てる。ほんわかパッパー的な出ちゃってるよ。いいの？いいなら、お、イエーイ。あとは、ほい、お、なんだろう。ほう、お、わお、あ、すごい、グールだ。グールが解凍されて、なになになに、わあわあわあ、なんてことだ。ああ、宇宙人対グールの対決だ。これは見ものだ。エイリアン VS ゾンビだ。あっ、誰、え、気のせいでしょ。ああ、負けた。よいしょ。ああ、もしかして。ああ、ちょっと えぐいことに。あ、じゃあ、ちょ、弱いに。なんか言ってるね。わお、すげえ、いろいろ置いてある。はい、これは何でもない。うん、ウェイストランド人がこうピッテッカテカに凍って、わお、申し訳ないね。いや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 、あらららら、まあ人間をね、こうやって人体実験するやつらは氷漬けにでもなっちまえばいいのさ。まあ僕がしたんですけどね。はい、お、おげえ、マトリックスみたい。冷凍睡眠、なんだここは。結構敵いるね。よっ、全然モンスターの封印が解かれてないね。よっ、もうちょい、よいしょ、ぽよん、すごい。はあ、ただ4発、5発しか撃てないのはちょっと怖いね。この100発武器に、100発ライフルに比べたらやっぱだいぶ心もとないから。っていうか何なのここ、ほんとわかんない。ほい、なになに、お、お、完全にスーパーミュータントが目覚めたね。いいねいいね、いいねいいねじゃないよ。ちょっとあのマトリックスの、あ、下で戦ってる、頑張れ。これなんだ、これは何なんだ。やっぱマトリックスかな、人を捕らえてここまで運んできて、なんか生体エネルギーカートリッジとかそんなノリなのではないだろうか。勝手な憶測。何ここ、よっ、はい、暗殺完了。
バレるかな。 OK。 ほい。ほい、バレた。なんだろう。わお、すげえな。オーバーロード2匹に勝ってんだ。やるね。多勢に無勢かな。クワオ、なあ、スーパーミュータントだ。解凍しよう。オッケーオッケー。どうやら下で戦争が始まったようだ。いいぞ、その調子その調子。うわっと、ここもなんかいろいろあるね。こっちはつながってんのかな。つながってるね。あー、負けてるね。オーバーロードも素手じゃ勝たわないか。宇宙人たち武器が強いからな。さすがに集中攻撃を食らってしまえば。お、これは、ほい、来たー、ワープ装置。あとはこれはジェネレーター。うん、消えたかな。多分あとは大丈夫。あ、まだいたわ。バレたよ。今度は戦争だ。よいしょ、もう一丁。うわー、3来た。宇宙船だろうがどこだろうが、わお、三発。結構いたね。ふう、あぶねえあぶねえ。じゃあ早速エイリアンゲル使ってみようか。ほい、おう、いえ、副作用ってなんだよ。これとこれとこれだ。多分これでまた壊れると思うんだけどな。わわわわわお、これで OK？ ジェネレーター、あ、できた。冷却ラボのジェネレーターを破壊する。ふう、長かった。これで、低温研究室へ続くテレポート装置。ほい、わお、うお、お、お、ここってここって最初にでも来たと。あ、開けてある。どこだっけここ。ここは、ああ、あ、思い出した。
おお、びっくりした。ただのワーカーじゃん。なんでこんなとこに。ヘイ、大丈夫か。だろ。あと2つか。ふう、長えな。この宇宙船の他の区画に。モビルスーツ。なるほど。モビルスーツ欲しいね。あ、ここのシールドがなくなってる。おう、なんかいろいろ開けれるね。うん、ドラドラ。お、なんかみんないなくなっちゃった。エイリアンゲルをなんかカスタムしてほしかったんだけどな。まあいいや。こんなもんかな。ここ全然なんでもなかったな。敏郎看護どこ行っちゃったんだよ。もう勝手に行かないでほしいわ。まあとりあえずは1個ジェネレーター破壊したのでオッケーってことにしておきましょうか。はい、というわけで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もジェネレーター破壊ミッション続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ローシングルでした。アウェイベデルチー。